一次レーダーと二次レーダーを組み合わせた空港監視レーダー二次レーダーは質問側となる発信源からの質問信号に対し応答側の航空機などが搭載するトランスポンダが応答した信号を受信して必要な情報を得るレーダーシステムである。電波の物理的な反射を利用した一次レーダーは目標から反射して得られる受信信号が微弱で発信源は 大きな電力や高額な機材を要する。目標側に自動応答送信機となるトランスポンダーを搭載すると発信源は受信信号の電力レベルが大きく得られ安価に遠距離を捉えるレーダーシステムが構築できる。目標がトランスポンダーを搭載しないと二次レーダーはシステムとして成立せず目標を捉えられない。 一定以上の大きさの航空機は二次レーダー用トランスポンダーとして、シフを搭載し、航空管制業務で用いる。回転する一時、レーダーアンテナの上に取り付けられた質問アンテナと、アンテナ台に固定された、無視向性のサイドローブ抑圧アンテナを使用する。質問信号のモードパルスは 1030MHz で、応答信号のコードパルスは 1090MHz で、送信される。 質問信号は2パルスと3パルスの2方式があり、2パルスは最初の P1 パルスが SLS アンテナから最後の P3 パルスが質問アンテナから発信される。3パルスは最初の P1 と最後の P3 パルスが質問アンテナから P1P3 件の P2 パルスが SLS アンテナから発信される。P1 パルスと P3 パルスの時間間隔の違いにより、 航空交通管制用のモード A とコード用のモード B の2つの質問信号が二次レーダーから発信される。質問信号を航空機の無視向性の ATC アンテナで受信したトランスポンダは4桁の応答コードと時期のコードを2つのフレーミングパルスの間に挟む12個の情報パルスで構成された応答信号を同じ ATC アンテナで送信する。質問側は受信した。 応答信号を一次レーダーの記営とともに4桁の応答コードとコードを表示する。トランスポンダによる応答は自動的に行われ、トランスポンダが質問信号を受信してから応答信号を送信するまでの時間と応答信号は厳密に定義されており、質問側は応答側の距離と方向を知ることができる。発着が多い空港周辺区域を管理する。 ターミナル管制は二次レーダーが得た飛行情報をターミナルレーダー情報処理システムで処理し4桁の応答コードの他に便名、高度、速度など航空機の状態を得る航空電子装備 P222P229 日本航空技術協会1989年ありがとうございます。